シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はミステリーという勿れ11話について語ってまいりたいと思います。これエピソード 2.5 になってましたね。そうですね。なんかネット上でさ、はい、回想シーンを除くと、はい、菅田将暉の登場シーンが1分と30秒しかないっていう。そうなんですよ。これがすごいよね。私はね、この11話は、うん、ミステリーという勿れで初めて超文句を言いたくなりました。いろいろと。そうなんだ。いや、なんかやっぱりこのシリーズって、うん、まあネット上でも言われてるし、僕らも今までもずっと語ってきましたけど、はい、なんかこう作り方がね、うん、1話で終わったり2話にまたがったり、はい、2.5 で終わったり、はい、1話で終わったかと思うとさらに次の話の賭博口が出たり、はい、まあ作り方が結構変わってるじゃないですか。でそれもやっぱりだから、この主人公、テレビシリーズの主人公が1話の中で1分半しか出ないっていうのは、これはかなり異例だと思うんですよね。だからこの作り方がやっぱり結構この「ミステリーという勿れ」のシリーズの一つのポリシー一円になってんのかなっていう気はしますよね。じゃあここからはネタバレもありで、あとキャストがやっぱ豪華。もういいの、ネタバレ。え、ネタバレありで、ネタバレありで、ネタバレしますよ。ああ、また告知してないキャストが出てきたよ。出てきましたねと思ったらさ、それが犯人ってすごいなっていう。なんとなく出てきた瞬間にやばいなと思った瞬間でわかるよね。わかる。だって北村匠海、いや、そうそう、北村匠海があそこで出てきたら、君だよねジュートって思うよね。さすがにね、このシリーズ見てるからね。あとね、その冒頭おっしゃったように、やっぱ整君がいないとね、ミステリーという勿れ感がね、もうすごい減退するんだなっていうふうに改めて思いましたね。いやでも、キャストすごかったね。すごかったけど、じゃあキャストからちょっと言わせていただくと、はい、その筆頭に備前島警部船越英一郎さんっていう、まあこれね、なかなかの役者さんじゃないですか。でもね、俺出てきた瞬間にちょっとね、2時間ドラマっぽい、火曜サスペンスっぽい感じがしちゃって、ちょっと。いやでもそれも狙ってんだよね。それはどういう狙いなんですか。いやだからやっぱり彼の持ってるパブリックイメージを使ってるよね。でもなんかこうちょっとね、こう今までのテイストと違うような感じがしちゃって、まあそれはだけど今回の主役はほとんど船越英一郎と松本若菜と永山瑛太だから、それで敵役が北村匠海っていう図式じゃない、それは当然そうなるよね。なるほど。それでシリーズのレギュラーで一番活躍してるのは伊藤沙莉と、まあいう図式ですよね今回。だからこれ例えばね、船越英一郎さんをちょっと違う役者さんだったらどうなのかな。例えば誰？例えば聞かれると思ってちょっと考えたんですけど、例えばね、豊川悦司とかね、ないんじゃない。じゃあ三石健とかね、ないんじゃない。やっぱ一応そのこうマッチョな叩き上げ警部っていうのを視聴者に見せたいんだよ。だからやっぱりそういう人じゃないとダメじゃない。じゃあ長瀬正敏、まあギリギリありかな。豊原浩介、あ、それはありじゃない。なんかそういうちょっとこうマッチョ系なね、叩き上げ系の。だから船越さんってすごいな。でもだから船越英一郎を使わないと、そういうほら2時間ドラマ感が出ないじゃない。だから記号として船越さんも使いたかったってことですね。多分そうだと思う。そうですよね。だから船越英一郎じゃなければ誰なのかっていうとちょっと難しいよね。誰だろう。一番だから2時間ドラマで警部をやってるのは誰ですか他に。いやちょっとだって豊川市とかやらないじゃん絶対に。絶対にってことはないけど、なんだっけ、それこそテレ朝のドラマでよく出られてる方いらっしゃるんですね。今ちょっとああ彼か、立教大学の映画研究会にいた、東宝シンデレラの彼女といつも出てるね。はいはい。科捜研のね、科捜研の女、誰だっけあれ。あ、沢口靖子、沢口靖子さんといつも出てるの相方ね。内藤武さん内藤武さんありだね。内藤武さんはありかな。これでもそのカサス感を出す狙いはでもテレビ朝日集が強いから、うん、やっぱりフジテレビとしては使わない、出せないね。いや出せなくはないんだけど、内藤剛さんも出てるから、うん、他局にもね、うん、でもなんか多分もっとこう、うん、その2時間ドラマっぽく見せたかったんだと思うんだよね、あの図式は多分、うん、それはじゃあ次週最終話に繋がってくるんですかね。分かんない、それはちょっと分かんない、うん、ただ私はそういうちょっとね、うん、今までの流れの方がちょっと良かったかなっていう、本当は個人的な好みで、ね、でも多分これ最後の2話は、うん、2話で1本っていう考え方だと思うんだよね、うん、だから事件も起こりへんなんで、うん、多分今回チャレンジングないろんなことをしているこのシリーズとしては、うん、主人公が1分30秒しか出てこないっていう、うん、チャレンジをしたかったんじゃないかと思うんだよね。なるほどね。でもちょっとやっぱ寂しいな。これは多分だからプロデューサーの指示で脚本こう書いてんじゃないかと思うんだけどね。整君をもっと出そうと思えば多分出せられたと思うんだけど、しかも次週もまたキャストが増えるじゃん、ゲストが。整君が新幹線で帰ってくる、車中に一緒に乗るゲストとかもう発表されてるから。なるほど。だからちょっとね、あと内容、じゃあ内容ね、これね、単独行動多すぎないですか。ああ、伊藤沙莉のね、うん、だし、その猫田とわけも、うん、松本若菜さん演じる彼女も単独行動しちゃって、ね、捕まっちゃうじゃないですか。あれがね、やっぱりこうちょっとイライラするんですよね。一人で行くなよってこうテレビ突っ込んでましたよ、もう。なんで応援呼ばないんだっていうね。まあ結構それはなんかネットでのツッコミが多かったみたいですけど、特にそれはあの風呂光に対するツッコミが多かったみたいですけど、だって分かった瞬間に移動する間にね、携帯で「あの大変です」とかって「応援お願いします」って1本入れりゃいいんちゃう。でもそこまで確信があったかどうか分かんないからね。いやでも一応準備しないと相手重度ですよ、怖いじゃないですかって思っちゃうんだよね。はい、あとね、まあね、あといいツッコミどころ、あの銃が名前に入ってる、おお銃だとか思うじゃないですか。銃が名前に銃が入ってるってね、解き明かされてね、あのね、いいですか、3人とも銃入ってるんですよ。意味がね、僕らの話ですから、あなたの真の字に入ってるし、でもあの人女の人しか殺さないじゃん。でもあの T さんも銃入ってるんですよ。T さん下のお名前の真ん中銃入ってます。T が銃だもんね。T は T です。銃じゃないです。一番殺されますね。下のお名前の真ん中に入ってますからね。そうだったっけ。だからね、銃と思って、そんなほとんど半分ぐらい銃入ってんじゃないのと思っちゃったんだけど、なんかね、ちょっとやっぱ原作と違うらしいんですよね。あ、なるほどね。だから。その今回の風呂光の描き方も、その銃の仕掛けとかも、殺し方とかも結構原作と違って、風呂光はだからもともと違うんだって。そうそう、だからそれが余計際立っちゃうから、原作ファンは結構今回の11話はさらにツッコミがいっぱい入ってる。まあそうでしょうね。でもだからこそやってんじゃないかと思うんだけどね、わざと。でも来週ね、最終話でちょっとまあ時間も延長されてね。しかも驚いたのはさ、ドクターホワイトってこのだから月曜日で終わったわけですよ、最終回でね。来週もやるんだって、ドクターホワイト。あ、そうなの。どういうこと。スペシャルだって。あ、ドクターホワイトはスペシャルなんだ。なんだけどこのさ、ミステリーという流れが15分延長なんだよ。どうやってやるのって思うじゃない。10時15分からやるんだって。1時間ずらしてバカかって思ったよ。へえ、おかしくないフジテレビ。まあそういう編成もやってみたいんですかね。だからやってみたいのかな。いや、いきなりだからドクター・ホワイト最終回ですね。その主人公謎が解けました。あ、そうか、次週スペシャルって。次週スペシャルやるのかよ。見てたの、ホワイト。いつも2本立てで楽しく見てたんで。いや面白かったよ、ドクター・ホワイト。なかなか世界観はちゃんとできてて面白かったです。あとやっぱり現代的なモチーフ、その医学の進歩とかそういうのもあるしね。でもすごいなと思ったのは、次週スペシャルって言ってた時に、それミステリーという中でやるんじゃないのと思ったの。だからミステリーという中ではまあもうスペシャルじゃないですか。まあ一種のスペシャルだよね。でしかも次週15分延長って言ってて、9時からやるから10時15分に終わるじゃない。ドクター・ホワイトってじゃあ何別の曜日にやんのと思ったら10時15分から載せるって。でもやっぱりミステリーの視聴者をそのまま持っていきたいん、まあそれもあるとは思うけどね、うん、いや思うけどさ、でもそれは別にシリーズでやったんだから、ね、スペシャルを別の日にやってもいいわけじゃない。でもなんかその10時15分からやるっていう、まあフジテレビさんもほらね、いろいろ改革、いやかなり今大変だからね、うん、今週さ、今日朝スポーツ新聞で、うん、今週のその視聴率発表されたの見てきたけど、はい、やっぱり20位までにミステリーという中に入ってなかったんだよね。あ、そうなんだ、うん、相棒の最終回前編が結構良かったのと、DCU がドラマでは一番だったよね、うん、まあこれだけ話題になっても20位には入ってこない。まあ今だから実際そのリアルタイムでね、うん、見ない人も多いから、うん、最近しかもねその世帯視聴率じゃなくて個人視聴率がやっぱり取り沙汰されてるし、うん、まあ結構これ年齢層若いのかもしれないしね、うん、そういう意味ではね、うん、なるほど。 DCU は結構オールラウンドだと思うんだよね、うん、まあ相棒も結構オールラウンド、まあ年齢層高いと思うけど、うん、まあ世帯視聴率は当然そっちの方が高くなるんで、うん、仕方がないんじゃないのかな。だからこれ若い人の視聴者が多いと、うん、クライアントね、スポンサーさんにとってはその方がいいんじゃないですか。だから最近は世帯視聴率よりも個人視聴率中心に、うん、まあ提供各社が組むようなところもあるから、でもまあ間違いなくその今のフジテレビの中のドラマではこれがやっぱり最も人気あると思うんでね、うんうん、でまだ解決されてない12話で、うん、告知はどうなるのかっていう。この終わった後ね、うん、ちょっとやっぱり意外だったのは、そのミステリーという中でやりそうな告知をドクター・ホワイトでやっちゃったからどうするんだろうって。私はね、うん、それは別としてもなんかやっぱり映画のような気がちょっとしてきたんですよ。でも前から映画って言っていいんじゃないですか。そう今更ちょっとしてきてもおかしくない？いや、そうなんです。それはそうなんですけど、うん、なんでかっていうと、うん、どうもね、原作読んでないんですけど、うん、ちょっとだけ情報をいただいたら、うん、やっぱ原作もっとねグロテスクなとこもあるらしいんですよね。それ前も言ってたよ、同じことっていうことは、うん、やっぱり映画じゃないと。それ前も言ってたよね。そうだからリフレインしてるんですけど、リフレインしてるのにちょっとなんだ、うん、不思議な人ですねということで今日も京都で突っ込まれてます、ね、松本若菜さん綺麗だったね。松本さん綺麗です、ね、最近何で見たんだっけ。いやで私検索したんですけど、うん、ちょっと拝見したことがなくて。嘘だよ、この間知らなかったっけ。何で嘘。しかもそのヒズでね、彼女出てたんで、うん、ヒズに出てましたっていう話をしたばかりなんだけど、僕が、うん、まあ記憶にはないと思うんですけど、ヒズに出てましたっていうセリフは覚えてる、うん、だからそれは何の映画だったっけ。松本さんも綺麗でしたね。うん、綺麗だった。でもあれ死んじゃうよね、多分。でも予告編でもう出てたよ。あ、じゃあ助かんの。いや出てたけど死ぬかもわかんないけどね。お母さん役だ、誰かの、誰のお母さん役だ。割と年齢もね上の方ですもんね。38ぐらいだったかと思いますけど。あ、君が落とした青空。君が落とした青空か。あ、あれのお母さんか。だからそう言ってんじゃん。全然違う雰囲気でしたね。で、あの時も綺麗だね。綺麗でしたね、松本若菜は。確かにって話。思い出した思い出した。ここやっぱりちょっとイカシにしてほしい。わかりました。じゃあここイカシで。いや、松本若菜さん確かに全く雰囲気は違うけど、それは女優だからね、俳優だから。それはで、確かその時に「ヒズにも出てましたね」って話をしたと思うんだ。あと羽喰玄と千原ジュニアはやっぱりシリアルキラーにしか見えないね、うん、怖いよね、あの写真、うん、からもともと俳優として登場した時もね、そういう役多かったからね、うん、いやでもとりあえず終わっちゃうわけですよ。まあでも仕方がないんじゃない。なんか結構ね、うん、この間見たの11話だっけ、はい、なんか11話見たらあ、一回終わってもいいかなと思った俺もちょっとね、今作だけなんかね、テンション下がって。いや別に僕は面白く見たけど、うん、しかもちょっとさ、うん、最初のね、関東のシーンを克明に覚えてなかったんで、うん、すぐに関東だけ、うん、TVer で見直したんですね。見直したのよ、うん、そしたらちゃんと最初の「お嬢ちゃんこの先危ないよ」って言われてるところで、うん、顔が出るんだよね、お嬢ちゃん。そう一瞬出ますね。あれがすごいなと思った、うん、うん、でもこっちはお嬢ちゃんと思って見てたから、最初北村拓見たらさすがに分かんなくて。それはそういう当たり前でしょ。男とも思わなかった、ね、だから自信があったんだな、うん、送り手はっていうふうにすごく思って、やっぱりその関東をもう一回確認することによって、結構やっぱりチャレンジングな作り上がりにしてるよなっていうふうには思いました。さすがにテロップで北村匠海って出てこないですかね、最初の方。ああ、なるほど。ケビン・スペイシーと同じ扱いだね。そうですね。なかなかセブンに登場した時にね、ケビン・スペイシーっていう役名はエンドクレジットしか出てこないからね。でもガッて黒光をやったのはあれはガロでしょ。ガロじゃないでしょ。ガロじゃない。だってガロはその時に違うか。あれあれと対してんだからミュージアム、あ、その弟の方とかか。誰なんだろうね。あれは誰なんだろう。そうかもしれないよね。もしかしたら彼なんさっけ。ウルトラマンタイガーじゃなくて仮面ライダーやってた彼ね。弟じゃなくてお兄さんの方だよね。お兄さんか。お兄さんの方じゃないかなとは思うけど。なるほど。別動隊として動いて。まあってか一緒に来たのかなっていう。でもわかんないよね。意外な人かもわかんない。これが整君だったらすごいよね。いやそんなわけないでしょ。ありえないそれは。そしたら1分30秒じゃなかったってことになるしね。整君も干渉権の判権を落としてますから。あれは不用意じゃないですか。あって言ってたよね。可愛いんだけどまたあそこ。そんなはずないだろうと思いながら見てました。面白かった。あと横田留美さん役やった夏子さんがなんかネットでまた出てましたけど、連続テレビドラマ初主役をやるらしいです。なるほど。ちょっとファニーフェイスなチャーミングな顔した俳優さんです。まあでもカジノに踏み込む時も黒光一人で行ってましたからね。おかしいよね。それで怒られたのにまた一人で行くから、ね、そうみんなそのネットのツッコミと同じですね。誰しもがやっぱしかも今までの黒光のキャラクターとちょっと違うような気がするんだよね。そのこのシリーズで描いてきた黒光のキャラクターとちょっとなんか今回の黒光のキャラクター違うような気がするんだよね。それは備前島とか猫田に影響されたんですかね。なんかちょっと違うんだよな。なんかいつもはもっと注意深いのに、それがまた結構ね批判されてるっていうか。いやでもそれはどっちかっていうと原作の描き方と違うっていうツッコミのが多いよね。そう、僕が言ってるのはこのシリーズで描いてきた黒光像とちょっと違うんじゃないかって言ってるの。なんかちょっとその女性が刑事として資質的にどうなのみたいなのも。もともと彼女はその自分がその刑事としてやっていけるのかっていう不安とどう見られてるのかっていうポジショニングの問題はすごく持ってたわけなんだけど、一応それを解消しつつ成長してきてるっていうふうに描いてきたのに、なんかまたその元の木阿弥っていう感じがちょっとするんだよね。それはじゃあこの整君と出会って多少花開いた彼女の資質っていうのが今回のこの2本では出てないなっていう、出てないというか逆に後退しちゃってるね。対抗してるっていうのがあって、それがちょっと僕は気になるんだよ。いや多分それ気になってる視聴者の方も結構いらっしゃるみたいですよ。しかもその原作はもっとなんか成長するキャラクターなんでしょ。だからそれ、いやなんかそうらしいんだよ。だからそれがなんかみんな嫌だっつってんだけど、それと整君と恋愛感情っていうのがねやっぱりすごくあるみたいだけど、まあそれはそれとしてその僕らが見てきたシリーズのキャラクター、造形ともなんか違うような気がするのが、そこが僕はちょっと気になるよね。12話で明かされるんですかね。いやそれは明かされないでしょね。それは別だと思うんだよね。だからなんかすごいために、キャラクターを対抗させてるように見えるのがちょっと気になりました。まあいずれにしてもこれで最後ですね、来週でね。久しぶりに関めぐみさんが来週出るんだよね。関めぐみっていう俳優さんを見るのもなんか久しぶりな感じがするんだよね。まあキャストはねとにかく豪華ですからね。そうなんだよ。しかも逆に僕は船越英一郎役で使ったのは意外だったし。なるほど、サプライズてかわざとだと思う。かなり確信犯的に船越英一郎のパブリックイメージを利用したいんだろうなっていうふうにしか僕は考えなかったので、逆にその佐藤さんがお考えになってるラインとは逆に僕は船越英一郎をどうしてもキャスティングしたかったんだろうなと。だってちょっと異質ですよね。なんかね異質なんかちょっとあれっていう感情あるじゃないですか。気になるじゃないですか。なんかこうセルフパロディみたいな感じになってる。まああるかもねそれは。でもだからそんだけ船越英一郎のパブリックイメージを使いたかったっていうのはどういう理由なんだろう。それが次週明らかになる。ならないでしょうね。ならないのか。多分これは送り手の何かの意図であって、別に仕掛けではないと。仕掛けではないんじゃないかと思うんだよね。仕掛けかな。いや、わかんない。仕掛けだったらびっくりだけど、さすがに。崖でさ、告白させるとかさ、犯人ね。崖の上で。絶対ないんだよ。それだったらちょっと面白いけどね。来週はだから来週のまたゲストがいるじゃない。これがどういうその使われ方なのか楽しみですよ。そうですね。なんか新幹線に隣に座るのは関めぐみらしいね。その後ろに座る人がポイントだよね。なるほど。ということでずっと語ってきたミステリーという中でいよいよドラマシリーズは最終話。わかんないよ。スペシャルドラマ。そうだね。どういう告知があるのかも。なんかドクターホワイトでやられちゃったからな。でも結構びっくりしたのよそれ。本当に。次週はスペシャルドラマ。じゃあやっぱり映画版かな告知。かな。まあそこも含めて楽しみですね。でもなんかきっとあると思うんだよね。ですよね。やらないはずがないよね。なんかなかったら拍子抜けするだろうなと思う。いや絶対やると思うな。ということで、はい、本日はミステリーという中で11話について語ってまいりました。僕は佐藤さんと違って面白く見ました、いや面白くは見たんですけどちょっとツッコミどころがこんなに多い回は私はちょっと、どうかなと思いましたっていうだけです。はい、どうもありがとうございました。